ブレザーね、はい、ブレザー長いのもらってもいいはい終わり幸せな時過ごさせていただいたんですけど、なんか夏休み前ぐらいにね、その女の人が力持ちにバイト行かはった、大阪ではあるでしょ、力持ちに、あ、食堂、そうそう、食堂の力持ち、うどん屋さん、ちょっとうどん屋さん、おはぎとか置いてるの、そうそう、でそこのバイト先の兄ちゃんとできちゃって、ありゃみゃ振られてしまう、私あんまりもうずっと長い 5年間ずっとね片思いで好きやった子にね、高校2年生の時もう最後にこれを告白して、もう断られても分かってても告白して、私はこの小学校5年生くらいから高校2年ぐらいまでずっと同じ人好きやったんですよね、片思い、ずっと片思い、もうこの片思いはもう今日で終わりにしようって思ってね、手作りのパンのケーキを焼いて持って行って振られて帰ってきたという苦い高2の夏の思い出でございます。きっとそれまずかったんじゃない、じゃあ殺したの、さすが知らん、知らん、はい、っていうグッズでした、はい、じゃあ次
次はゆかちゃんバージョンのね、はい、はい、オールオブミーをお届けします。これ、はいはい、いいです、はい、1、2、3、4